母さん、僕のあの麦わら帽子どうしたんでしょうね。そう、夏碓氷から霧積に行く時に谷底に落としたあの麦わら帽子ですよっていう西条八十さんの詩がテーマになっている映画人間の証明の舞台です。この仁王谷のてっぺんが麦わら帽子に見えるっていうね、城山中さん扮する、主人公が殺されると時ストーハー麦わら帽子っていうかね。ここで今日はディナーショーです。それにしてもすごいよこの庭園、日本庭園めちゃ綺麗ですよね。これは外人さん喜ぶよね。鯉がねまたねすげえでかいんだわこれ。鯉見てこれ超立派、すごいよこれ。何センチ、3メーターぐらいじゃない。そして楽屋です。おはよう、おはよう、おはよう。久しぶりだね。あれ久しぶりいないじゃん、2人ほど。じいさんはまあいるよ。じいさんはあの上見えてる。俺見えへん。あれ見えてるの。見えてる。いや俺も見えない今日は今日は見えない。今日上の方に上の方にいるのか。なんでやねん。皆さんお元気でしたか。はいですよ。藤井さんは今日も広島からですか。はい、昨日来たの。今日来ました。あ、セブンイレブン、うん、あ、セブンイレブンの店員。いらっしゃいませ。どうぞご利用くださいませ。はい、これ何は YouTube の。そうよ、マンテル YouTube チャンネル。あ、ほんま、皆さんマンテルチャンネル、これからもこのチャンネルをご覧ください。はい、何人、1000人からええんやったっけ。そう、今ね、600ちょっと。あ、じゃあ俺も入るわ。入って入って、まだ入ってないの。あ、ごめん、入ってない。入る入る。何回も言ったのに。ほんま、ごめんごめん。これ何これ。何こ謎の象形文字みたいなこれ。あ、これね、うん、アンチョコ。お、すごいすごい。いや、これでもあれで、これは山ちゃん用なの。そうそう。これはドラムの譜面ではないの。え、何の譜面なの。いや、あの俺が分かるドラムの譜面。あ、自分なりの。自分なりの。すごい、ページめくって。おこれだけで 1,2,3,4 で4曲あるね。そう、え、譜面見てやってるってこと。やってないやってない。だからこれはここ置いてあるやんか。もう覚えてやるから俺。ほんまに。そうなのね。覚えてますから。びっくりした、はい、あれ漁師が、漁師どうですか最近は。漁は長野、長野で漁師、古民家に住んで。あ、よく取れますよ。寒い古民家に住んで漁師をやってる人、何が取れてんの。この前は鹿をやりに来ました。鹿取れた。私は取りませんでした、うん、はい、じゃあ何、何か取って食ったのあんの。食べたよ、いろいろ。何、この前クマも食った、食べましたよ。クマ、うん、もらってね。クマどうですか、古民家の。一人寂しくやってますよ。あれはまだ出るの。この前停電になりましたからね。お化け出んのまだ。お化け出ないですよ、仏壇捨てましたから。何仏壇。普通に。何すかリアルやな。普通に捨てました。バチ当たり。大丈夫だよ、だって魂抜きしてあるからいいですよ。粗大ゴミ。粗大ゴミっていう近所のそのリサイクルセンターみたいな。リサイクルセンターに仏壇捨てたの。分解してね、分解してちゃんと。お祓いしたの。お祓いっていうか、お祓いじゃない、塩を振っただけで。塩だって魚じゃないんだよ。焼き魚じゃないんだよ。魂抜きてあるからいいっていう話。だよ、うん、位牌も3つ出てきたやつは、それはこの前焼こうとしたら坊さんに怒られちゃった。そりゃそうやろ、位牌はあかんやろ。それはダメですって。あ、ほんま、他人の位牌はいらんやろ。俺だっていらねえよ。確かに。はい、というわけで足りませんけどメンバー来るんでしょうか。今日も明日も2日間頑張りましょう。イエ、はい、乾杯。乾杯。乾杯。もう飲んでるね、飲んでるね、もう。さあ、ディナーショーの恒例なんです、これが。じゃん。これはね、さだまさしさんからいつもね、差し入れをいただくんですよ。なんと、銀座十兵衛の十兵衛ちゃう、太巻き。十兵衛
あ、キューベだ。わざと言った、わざとじゃねえのか。ジューベはハレンチ学園じゃん。古すぎやろ。ちょっと開けるよ。ザーン。はい、今日の会場です。すごっ、なんだ広いぞ。これはニューヨータニのあれですよ、一番でかい有名な政治家もパーティーやるとこね。すごいです。おはようございます。今日もよろしくお願いしま す, お願いします。毎回僕はこうやっていつもね、はい、ご挨拶を怠らない良い子です。見てます見てます。お世話になります。でもね、これでもね、去年よりは全然これテーブルの間隔が空いてんのよ、これ。だから今日は歩きやすい。いつもね、歩けない、ね。結構狭いね。じゃあ。はい、今日の私の仕事場でございます。よし。あ、背の高い二人だ。昨日マンテルチャンネル見ましたよ。何のチャンネル？マンテルチャンネル。どれを、どれ？昭和歌謡。ツアーのお話。ツアーのお話ね。とか。監督出てるですね。はい。ちょっと出てよ。ちょっと出てよ。明日。ちょっと出てよ、うん。じゃあ。出てよ。公にできないような話。そう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 。なんかこの、あ、めっちゃ。いいケラキンじゃん。プレイは全然違うけど見た目はソニーロリンズみたいな。あ、またいた。ロリンズだ、ロリンズ、ロリンズだ。すごい似てる似てる。はい、無事に2日間ディナーショーが終わりました。はい、お疲れ様でした。楽屋で終わって皆さんお弁当食ったり、マロはやっぱりお酒ですか。飲んでないですよ、今日運転ですから。そうだ、今日飲めないんだ、長野に車で帰るから。あ、な、これから帰ります。あれ、おじいちゃんまた姿見る。また透けちゃった。え、みんな見えてないの？透けちゃった。俺見えてるで。やっぱりな。うっすら見えてる。うっすら見えてる。うっすらな。あ、足はないわ。小松さんいつもいないんだよ、こうやって撮ってるから、ね。お前が。というわけで、今年は3本しかマリコさんありませんでしたけど、お客さんの前は。来年はツアーがあるそうですので。やった。あるよ。来年まで生きてましょう。はい。それでは皆様、お元気で、良いお年を。良いお年を。よいお年を。あ、藤田さんだ。もし映って大丈夫かしら。これ大丈夫だ。この人がいろいろやってます。